リチャード・ブレイクは、イギリス・ウェールズ出身のアメリカ合衆国の俳優。イギリスのウェールズで生まれ、ジョージア州アトランタ、ニューサウス・ウェールズ州、ノースカロライナ州、コネチカット州、ジョージア州、テネシー州、オハイオ州で育った。最初の演技活動は1982年、ハドソン、オハイオのウェスタンリザーブアカデミー大学時代、アーサー・ミラーのルツボである。 また、デューク大学を卒業している。子供の頃は小説家、劇作家を目指していたが、17歳の時に学校の演劇のための少年が不足していたことから、オーディションを受け、役を獲得し演劇の道に入る。1994年、ブレードなどで知られるスティーブン・ノリントン監督のデスマシーンで主な映画デビューを果たす。 役柄の特徴は一癖ある人物や悪役を演じることが多く、クリストファー・ノーランの2005年のアメリカ映画、バットマン・ビギンズでは、犯罪者、ジョー・チル役で、主人公、バットマンの両親を殺害し、結果的に、バットマンを正義の道へと走らせるきっかけを作る重要な役を演じた。また、2007年の映画、ハンニバル・ライジングでも、連続了奇殺人犯。 ハンニバルレクターの幼少期に影響を与える戦争犯罪人の一人同取引を演じている。その他にもイギリスのロックバンドミューズの曲ナイツ・オブ・サイドニアのビデオクリップでも悪の保安官として出演している。IMTV、ありがとうございます。